奈良盆地甲府盆地台湾、台北盆地アマゾンが流域に広がるアマゾン盆地盆地とは、周囲を山地や丘陵に囲まれた周辺よりも低く平らな地形である。よくベースンをベースンと発音しがちだが、ベースンと濁らない。https コロンスラッシュスラッシュ e j j e w e b l i o j p スラッシュコンテントスラッシュベースン盆地の規模は、大小様々だが、 盆地の大部分は地盤の相対的沈下によって生じる。周囲の土地が隆起し、静止していた部分が結果的に盆地となる場合もある。盆地はその成因によって侵食盆地と構造盆地に分類され、構造盆地はさらに潮り曲盆地と断層盆地に分類される。火山活動によりできるカルデラも盆地の一種である。 特に石灰岩地域に発達するものは養殖盆地と呼ばれカルスト地形の一種である。また盆地、または盆地内の状態によって次の4つに分類される。盆地の気候的な特徴としては大陸と海洋の比熱の差の影響で沿岸部よりも気温の比較差や年較差が大きいこと、海洋とは山によって隔離されているために空気が比較的乾燥しており、 降水量が少ないこと、そしてフェーン現象などが挙げられる。また、盆地内では、風が弱く空気が同じ場所に留まるため、大気汚染の原因となるような物質が放出されても、直ちに拡散されず、実際にメキシコシティなどで問題となっている。盆地は防御の面に優れていることや、平坦な土地であることから、内陸都市が立地することもある。日本の辞書や教科書に、 盆地が現れたのは大正時代に入ってのことであり、その定義は国内の盆地内にある平野や都市に資座を置いた人文地理的なものとなっていた。戦後に文部省地理調査所によって定められた上記の定義もそれを継承したものとなっている。山に囲まれた低い平坦地という日本の風土を想定して定められた盆地は 地形学の学術用語であるベースンやバレエの訳語に当てられたが、ベースンは産地に属する盆上地質構造、海盆、流域などを指す外縁や地質などを含めたくぼんだ地形全体を捉えた用語であり、盆地床の地形について規定していない。このため、周囲に山がないパリ盆地や海に面した流域であるアマゾン盆地など、日本の定義では盆地とは言えない場所を、 盆地と呼んでいる例は多く、国際的な自然地域名称と乖離する場合もある。ありがとうございます。